建設機械の販売サポートを行っているサイテックジャパンが四日市市に本社を置く NT ジオテックチューブの協賛を得て、県内の建設業者や測量会社などを対象に今回初めて開催したものです。会場には ICT を取り入れた建設機械4台が展示されていて、参加した人たちは設計データに基づいて設計データに沿って自動で動く最新の油圧ショベルなどに実際に試乗してその性能を確かめていました。また自動で3次元の測量ができるロボットのデモなど最新の測量機器も見ることができます。少子高齢化の影響で団塊ジュニアの世代が引退する10年から15年後、建設現場の人手不足が危惧されています。正確なコントロールができる ICT を搭載した建設機械は、経験の浅い人でも高度な作業がスピーディーにできることから、関係者は今のうちに対策を行うことが必要で、もっと浸透させたいと話しています。この催しは明日も開かれ、当日参加の申し込みも可能だということです。